ままじゃダメだよね。やっぱりちゃんと話しなきゃね。クッキーだってちゃんと渡せてない。お？おい、飼い主どうした？話し飼いかよ。うわっと、なんだこの犬、懐きすぎじゃねえの？この犬、ごめんなさい、うちのサブレがご迷惑を。あら、由比ヶ浜さん。え、あれ、ヒキとユキの、なんで一緒なの？なんでって、別に。あ、やっぱいい、大丈夫、なんでもない。休みの日に二人で出かけたらそんなの決まってるよね。そっか、なんで気づかなかったかな、私空気読むのだけが取り柄なのに。こいつなんか変な勘違いを。じゃあ私もう行くから。由比ヶ浜さん、私たちのことで話があるから、月曜日部室に来てくれるかしら。あんまり聞きたくないかも。その今更聞いてもどうしようもないっていうか、手も足も出ないっていうか。私こういう性格だからうまく伝えられなかったのだけれど、あなたにはきちんと話しておきたいと思っているわ。うん。何してんだお前。うわー、一気、いやその何、空気が美味しかったというか。俺行くぞ。由比ヶ浜さん。やハロー、ユキナ。由比ヶ浜さん、とヒキンのことで話があるんだよね。ええ、私たちの今後のことであなたに話を。いや私のことなら全然気にしないでいいのに。そりゃ確かにびっくりしたっていうか、むしろお祝いとか祝福とかそんな感じだし。よくわかったわね。そのお祝いをきちんとしたいの。それにあなたには感謝しているから。やだな、感謝されるようなこと私してないよ。何もしてない。それでも私は感謝している。それにこうしたお祝いは本人が何かしたから行われるものではないでしょ。純粋に私がそうしたいだけよ。うん。なんか微妙に会話が噛み合ってないような。だからそのそれ以上聞きたくないかも。由比ヶ浜、お前なんか勘違いしてねえか。ちょっと待って、じゃあ二人は別に付き合ってたりとかしてないの？そんなわけねえだろ。由比ヶ浜さん、私でも怒ることくらいあるのよ。だいたいあの男にまともな男女交際なんてできるはずがないでしょう。そもそも人との交際ができてないのに。ほっとけ。そんなめんどくせえ交際なんてするが、夜中泣きながら電話とか来たらその時点で別れる自信あるぞ。ごめん、あれ、お祝いの時間がなくなってしまったわね。せっかくケーキを焼いてきたのに。ケーキ？なんでケーキ？なんでって、今日は由比ヶ浜さんの誕生日をお祝いしたくて呼んだのよ。お？由比ヶ浜さん最近部活に来ていなかったし、慰労も兼ねて、あとはその感謝の証とでも言うのかしら。プレゼントも？うわー、ユキナー！別に私だけが用意したわけではないけれど。え？まさかヒキがプレゼント用意してるなんて思わなかったな。こないだからちょっと微妙だったし。悪い、誕生日だからってわけじゃねえんだ。え？なんつうか、これでチャラってことにしないか。俺がお前んちの犬助けたのも、それでお前が気を使ってたのも全部なし。
そもそも俺が個人を特定して恩を売ったわけじゃないんだから、お前が個人を特定して恩を返す必要なんてないんだよ。けどそのこう何、気を使ってもらってた分は返しておきたい。これで差し引きゼロでチャラ。もうお前は俺を気にかけなくていい。だからこれで終わりだろ。なんでそんな風に思うの？登場とか気を使うとかそんな風に思ったこと一度もないよ。私はただなんか難しくてよく分かんなくなってきちゃった。もっと簡単なことだと思ったんだけどな。別に難しいことではないでしょう。引ヶ谷君には由比ヶ浜さんを助けた覚えはないし、由比ヶ浜さんも引ヶ谷君に同情した覚えはない。始まりからすでに間違っているのよ。だから引ヶ谷君の言う終わりにするという選択肢は正しいと思う。でもこれで終わりだなんてなんかやだよ。バカね。終わったのならまた始めればいいじゃない。あなたたちは悪くないのだし。はあ？あなたたちは助けた助けられたの違いはあっても等しく被害者なのでしょ。なら全ての原因は加害者に求められるべきだわ。どちらも悪くないのなら初めから揉める必要がないのよ。だからちゃんと始めることだってできるわ、あなたたちは。あ、私は平塚先生に人員補充完了の報告をしてこないといけないから。ねえ、それ開けていい？お好きにどうぞ。ちょっと待て。いやそれ犬の首輪なんだけど。先に言ってよバカ。とにも平塚先生とか